次は。いっぱいお食べって、あら、イルメリアさん。ミレイユさん、そのプニについて聞きたいことがあるんですけど、私その子に見覚えがある気がするんです。一体どこで拾ってきたんですか？拾ってきたんじゃなくてもらったのよ。ライゼンベルグっていう町の町長からね。エーデルさんから。じゃあそのプニって公認試験の？ええ、その通り。この子は公認試験でも活躍した由緒正しいプニなのよ。活躍というより的にされてた記憶しかないんですけど。あなた、よかったわね。新しい仕事、見つかったんでしょ？頭の上に手紙を載せるの、可愛くて似合ってるわよ。試験の時は、爆弾を投げつけてごめんね。これからも仕事、頑張りなさい。褒められてよかったわね、プニザイモン。じゃあ、次のお仕事なんだけど、山を3つ越えた隣町までこの書簡を届けてきて。お、明日までにお願いね。あの子、これからも大変そう。私は応援してるからね。吐いたよ、プニザイモン。だいぶ評判が上がったみたいね。そろそろ受験を認めてもいいかも。どうする？ランクアップ試験受けてみる？わかったわ。それじゃあ例のごとく、今回の試験課題はこれよ。健康不順の調査。確かに最近雷多いもんね。ええ、いくらなんでも多すぎるでしょ。双子ちゃんにはその調査を手伝ってほしいのよ。はい。けど私たち専門家じゃないし、雷のことなんてさっぱりですよ。大丈夫大丈夫。雷を測定する装置を調合して置いてきてもらうだけだから。その装置のレシピも、はい、この通りに作ってもらえばいいわ。まずは装置を作って私に持ってきてちょうだい。ビリッとしびれるようなのよろしくね。いや、しびれちゃったら装置として失敗作。まあ、いいか。どこに行こうかな。ほら、スーちゃん、本はしっかり読まないとダメだよ。新しいレシピに挑戦挑戦。どんなものを作ろう。触媒で人。さて、どれを使おうかな。これ、よし、この辺、ここに入れて、こうするとどうかな。なかなか上手にできます。錬金術にも慣れてきたかも。よし、測定装置の出来上がり。これをミレイユさんに持っていけばいいんだよね。うん。どうしたの？なんか浮かない顔してるけど。雷のことが気になっちゃって。確かに最近本当に多いし、
フィリスさんもミレイユさんも雷のことを調べてるみたいでしょ。何か嫌なことが起きる前兆じゃなきゃいいなって。多分考えすぎだよ。それに今作ったのはそれを調べるための装置じゃない。きっと心配いらないって。ほら、装置を届けに行こう。うん、そうだよね。考えすぎだよね。お出かけ、お出かけ。いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。ありがとう。確かに受け取ったわ。本当にこれでいい？双子ちゃん、お疲れ様。この出来なら電気もバッチリ計測できちゃいそうね。5本。あとはこれを置いてくればいいんですよね。今から早速行ってきちゃいますね。ミレイユさん、失礼します。あら、ダメだったかしら。この出来なら電気も、個人的には会心の出来なんだけど。お出かけ、お出かけ。この辺に装置を置けばいいんだよね。でもどこがいいんだろう。そうだね、装置を置く場所、装置を置く場所。どこでもいいんじゃないかな。それによって何かが変わるとは思えないし。どなたですか。僕が誰かなんて些細な問題だよ。リュンヌ通りのリディとス。え、私たちのこと知ってるの。あれだけ噂になっていればそりゃあね。君たちとはぜひ一度会ってみたいと思ってたんだ。なるほど、いい目をしてる。野心と希望に満ちた素晴らしい目だ。ああ、最後に一つだけ。未来には変えられるものとそうでないものがある。変えられない未来のためにあれこれもがくのはやめるんだね。それじゃ。行っちゃった。何だったんだろうあの人。さあ、未来がどうたら言ってたし、売らないっしじゃないの。それより早く装置置いちゃおうよ。そうだね、忘れちゃったら困るもんね。よし、設置完了。これで課題も無事終わり。うん、じゃあミレイユさんに報告に行こう。また反応に困るダジャレ言われないといいけど。さっきの人どこかで会ったことがあるような。気のせいかな。全力相手してやるよ。全力だ。お助けします。やるよ。受けてみろ。援護です。痛いから覚悟してね。特別性だよ。守ってみせる。
相手してやるよ。全力だ。守ってみせる。守ってみせる。離しません。俺が代わりに。全力だ。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。どこ行く、どこ行く。じゃあ、評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。ありがとう、装置を置いてきてくれたのね。それでは改めて、はい、これで双子ちゃんは E ランクに昇級よ。おめでとう。ありがとうございます、ミレイユさん。それでなんですけど、今度の不思議な絵はどんなのなんですか。私すごくワクワクしちゃって。あー、それなんだけど、新しい絵まだ手に入ってないのよね。そんな約束したのに。ダメなんですよ、約束破っちゃ。ああ、新しい絵には目星がついてるんだ。ただ交渉がこじれててな。というわけだから、ごめんね双子ちゃん、もうちょっと待っててくれる。わかりました。わがまま言っちゃいけませんもんね。我慢します。うう、両親が痛む。そうだリリー、スー、たまには自分たちで絵を探してみないか。自分たちで。マティアス、どういうこと。ああ、噂で聞いたんだが、最近誰かが都に大きな絵を持ち込んだらしいんだ。なんでもその絵の中には世界が広がってるとか、つまり不思議な絵の可能性がある。なるほど。じゃあ絵を持ってる人に直接交渉してみれば。不思議な絵が手に入るかもっていうわけ。どう、やってみない。交渉と作望なら大得意です。というわけでその話乗りました。わかったわ。それじゃあよろしくね。こっちの交渉も頑張るから、マティアスが。え、俺。さてと、まずは絵を持ってる人を探さなきゃ。噂話に詳しそうな人って誰がいるかな。いろんな人の話を聞いてそうなシスターとか、お店をやってるルーシャとかリアーネさんとか。ま、とりあえず話を聞きに行ってみようよ。あとのことはそれから考えればいいしさ。どこ行く、どこ行く。大きな絵を運んでいった人。ええ、知ってるわよ。前にお得意様の酒場で話題になってたの。錬金術師の男の子が大きな絵を持ち運んでたって。錬金術師が。すみません、どんな男の子か聞いてもいいですか。そうね、名前はアルトっていうらしいわ。ちょっと引っかかる名前だったから覚えてたの。
ちなみにその子だけど、ソレイユ通りにアトリエを構えてるらしいわよ。ちょっと名前を聞いただけなのに、よくそこまで知ってますね。そりゃ調べたもの。狩りも商売も情報が命ってね。まあ詳しい場所まではわからなかったんだけど、気になるなら探してみたらどうかしら。ありがとうございます、ディアーネさん。助かりました。よし、じゃあソレイユ通りでアルトのアトリエを探してみよう。うん、そういえばアルトってどこかで聞いたような。どこだっけ。さて行き先は、なんだ君たちか。いつも元気で羨ましいよ。ああ、あの時の人、まさかあなたがアルトさん。ん、どこで聞いてきたんだ。まあいいか、君の言う通り僕がアルトだ。それで僕に何か用かな。アルトさんが大きな絵を見つけてきたって聞いて。ああ、これのことか。さすがに運ぶのが大変だったよ。ねえねえアルトさん、この絵私たちに譲ってくれませんか。実はこれ呪われた絵でですね、持ってるとたたられてしまうっていう恐ろしい。あ、譲れよ。え、いいの本当に冗談じゃなくて。どうしてスーちゃんの方が驚いてるの。だって普通こんな簡単に譲らないでしょ。私なら譲らないもん。正直だね。もちろん僕もただで譲ったりはしないさ。絵を譲る条件は一つ。
僕を絵の調査に同行させてくれ。絵の調査？さて、何のことですかね。しらばっくれても無駄さ。不思議な絵のことも、君たちが絵の調査をしていることも僕は知っている。君たちが今後僕を調査に連れて行ってくれるなら、この絵を譲ろうじゃないか。どうかな。わかりました。それでいいです。別に不利なことはないと思うし。助かるよ。この絵を修復するのは面倒だし、いろんな絵の世界に行ってみたかったんだ。ではこの絵は僕が王城に届けておこう。それじゃ。よかったね。結構あっさり譲ってもらえて。まあね、あの人実力はありそうだし、一緒にいてくれたら絵の調査も楽になるでしょう。さあ王城に行くよ。イディ、修復の準備を進めなきゃ。来たね。これが僕が見つけた絵、アンフェル大爆風だ。まさか絵を見つけたのがアルト君だったなんて。早く言ってくれればよかったのに。その義務はありませんから。さて二人とも、早速絵の修復を進めてくれ。僕は修復が終わるまでここで待たせてもらおう。よろしく頼んだよ。これいいアイディアかも。さて行き先は。こんな動画作れるかも。何作ろう、どれ作ろう、どの職場へ。さてどれを使おうかな。これよし、ここに。さあ綺麗にし、ここまではバッチリみたい。どの特性、これでなかなか上手にできました。どこに行こうかな。こんな風に修復するのか。実際に見るのは初めてだな。それは後で資料にまとめるとして。二人ともこれで絵の中に入れるようになったんだろ。はい、これでバッチリなはずです。そうか、なら一刻も早く絵の世界を見てみたいんだが。なるべく急いで準備してくるので、もうちょっとだけ待っててくださいね。どうかしたのかい。そんなに見つめられても困るんだけど。私たち絶対どこかで会ったことあるよね。いや、気のせいじゃないかな。少なくとも僕には覚えがない。本当に？怪しい。こらこら、フィリス嬢、アルトが困ってるだろ。その辺にしといてやれ。はーい、まあそのうち思い出すだろうし、いいや。ごめんね、そろそろ出発しよう。わかりました。では絵の世界へ。轟音を奏で降り注ぐのは赤
赤と燃える溶けた炎、絶えず流れ落ちる溶岩の滝は空を焼き、地を満たし、炎の海を生み出します。すべてを飲み込むべく焚ける炎の中ではいかなる命も芽吹くことはできず、竜の晩夏とともにただ滅びを迎えるのみ。終末の運命は今まさに目の前に迫っていました。赤き終焉を望む地、アンフェル大爆風。天命を覆す救世主はイズコに。まさか本当に溶岩に満たされた世界だとは。さすがは絵の世界だね。おお、ハルトさんはなんだか涼しげですね。私なんてもう今にも倒れそうですけど。ああ、こんなこともあろうかと暑さ対策は万全にしてきてるんだ。ま、ずるいぞ。その暑さ対策俺にもよこせ。お断りだね。渡したら僕が熱くなるじゃないか。そりゃそうだ。ねえ、そろそろ先に進まない？そうですね。このままじゃ焼きリリーになっちゃいそう。焼けるだけで済めばいいけどね。とにかく早く調査を終わらせなくっちゃ。なんだあれ、人じゃないみたいだが。妖精や精霊の類か。いや、絵の中だから作者の想像の産物。まあとりあえず話しかけてみようよ。おーい、そこの君、何やってるの？何やってるって、逃げようとしてるんですよ。早く逃げないと死んじゃいますよ。死んじゃう？どういうこと？知らないんですか？奥地に住み着いた火竜が暴れて、この辺りの火山が活発化しちゃってるんです。そのせいでこのままじゃここら一帯が溶岩に飲み込まれちゃうんですよ。知りませんよ。でも一刻も早く逃げるんです。ここは僕の故郷だけど、逃げるしかないんです。どうしよう、この子の言う通りだったらこの世界滅びちゃうんじゃ。ううん、そんなのダメだよ。まだ全然調べてないもん。それに故郷がなくなっちゃうなんてかわいそうじゃん。私たちで何とかしよう、リディ。そう言うと思ってたね、あなた。僕はあなたじゃないです、フーコです。変な呼び方しないでください、人間さん。うん、じゃあ私たちのことも人間さんなんて呼ばないでよ。私はスーで、こっちはリディ。スーにリディですね。それで何ですか？僕は逃げるのに必死なんですけど。フーコちゃん、ここがなくなっちゃうの嫌でしょ？だから私たちが何とかしてあげる。私たちは錬金術師だからね。まあ任せといてよ。錬金術師？何ですかそれ？
正義の味方みたいなもんだよ。また適当なことを。正義の味方、リディとスーは正義の味方だったんですね。わかりました。それならぜひお願いします。ただ口だけなのは許しません。僕もついていきます。もしどうしようもないようなら一緒に溶岩の海にわかったよ。絶対そんなことにはさせないから安心して。よし、まずは辺りを調べてみないとね。とりあえず先に進んでみよう。サラサラしてていい砂だ。そーっと集めて、ヘクチン。絵の中に意思疎通が可能な存在がいるとはね。錬金生物の一種と言えるのか。興味深い。アルトさん、フーコのこと解剖したりしないでくださいよ。ああもちろん分かってると思う。本当かな。あ、フーコ、お腹空いてない？お菓子食べる？お菓子って何ですか？ああ、考えてみればそうだよね。絵の中の子が外の世界のこと知ってるはずないか。お菓子っていうのは、いや、試した方が早いよね。はい、フーコ、食べてごらん。これ、本当に食べるものなんですか？いただきます。中の存在が物を食べるとどうなるのだろう。そのまま栄養になるのか、それとも研究熱心も大概にしとけよ。賑やかで昔を思い出しちゃうや楽しいな。ですよ。なあフーコ、その狩竜ってのはどんなやつなんだ？
ですね。まずすっごく大きいです。ウーコなんて人並みにされちゃいそうなくらい。あと、とても凶暴ですぐに火を吐きます。火をまともに浴びたら髪の毛がチリチリになります。最後のせいでいまいち凄さが伝わらないな。あいつが来るまでみんな仲良く暮らしてたのに、あいつが暴れるせいで母さんが。ウーコちゃん大丈夫だよ。私たちがこの世界を守るから。ありがとうございます。1から10まで頼りにさせてもらいますね。うん。とは言ったものの、どうしようか。とりあえずカリュウにここから出て行ってもらう。それでもいいけど、単純に倒しちゃった方がいいかも。簡単に出ていくかどうかわからないしさ。そうだね、追い払うか倒しちゃうか、今のところその2つしか思いつかないかな。まあどうするかは2人に任せます。好きな方法を取ってくださいな。立ち止まってる暇はないよ。人生はあっという間なんだからね。なあ、本気であれと戦うつもりか？どうなの、スーちゃん。なんで私に聞くの？戦ってみようかな。まあ、賢明だね。なんとかして追い払う方法を考えた方が良さそうだ。した時とか。それは私もだけどさ、他にはお腹が空いてる時とかかな。ああ、わかるわかる。もしかしたらカリュウもお腹が空いてるのかも。フーコ、あのリュウが普段何を食べてるかわかるかい？そうですね、そこら辺の石を食べてるのは見たことがありますが。うむ、カリュウは石を食べるんだね。だったら石をたくさんあげてお腹いっぱいにすれば。うん、満足してどこかに行ってくれるかも。なるほど。では僕もちょっと頑張ります。石を集めたら僕に渡してください。ささっと石をあいつの前にばらまいてきますから。僕、逃げ足にだけは自信があるんです。うん、ならお願いするね。私たちは石を集めてくるからちょっと待っててね。
ってきます。思いっきりばらまいて全力で逃げてきました。それでカリオは、それが石を食べたら逆に元気になっちゃったみたいで、うごめんね、フーコちゃん、完全に作戦失敗だよ。いえ、気にしないでください。失敗は誰にでもありますから。ああ、フーコの言う通りだ。錬金術でも何でも失敗は成功のもと。そうだろ。はい。じゃあ早速次の作戦を、そうだ、嫌がらせをしてみよう。火竜っていうくらいだし火が好きなはず。だったら逆に冷たいものをぶつけてみるの。おお、なるほど。甘党の人に辛いものをあげるみたいなものだね。まあだいたいそんな感じ。とにかく嫌がらせをしてここから出て行ってもらうの。エディすごいです。こんなにポンポン作戦を思いつくなんて。ではその役目はまたフーコにお任せください。絶対必要な嫌がらせをしてみせますので。これで、ね、お、今度はひんやりしてます。それでは嫌がらせをしてきますね。クラエカリュー、フーコウルトラスーパーヒエヒエアタック。はあはあ、一目散に逃げてきましたがどうでした？嫌がってはいたみたいだね。ただ、ああ、威力が足りてない。もっと強力な霊気をぶつければ、あるいは、もっと強力な霊気か。いい道具考えてみないとね。みんな、僕はみんなのことを信じてます。もっと冷たい道具ができたらまた僕に渡してください。お願いします。うん、フーコちゃんの故郷は絶対に守ってみせるよ。そのためにも頑張ろうね、スーちゃん。よし、これならいけそう。新しいレシピ試してみよう。どんなものを作ろうかな。触媒で一味加えよう。触媒で材料はと、これよし、始めます。油断しないで。ここしかない。ズバリここだ。さあ、よし、とりあえずどの時、なかなか上手にできました。触媒材料はと、いざここに、ズバリここだ。どうも、
おお、これはなかなか珍しいね。取っておくことをお勧めするよ。ぶちかましてやれ。いいじゃねえか、滅びゆく世界を救ったんだ。二人は間違いなく救世主だと思うぜ。そうだよ、フーコちゃんの故郷を守るんだって頑張ってた二人、かっこよかったよ。そうですか、救世主か、なんだかくすぐったい。救世主の二人に僕からの贈り物です。僕の宝物ぜひ持って行ってください。あ、これ色は違うけどあの石みたい。うん、これで3つ目。ふーこ、素敵な贈り物ありがとね。さて、これで一件落着のようだね。ええ、調査もこれくらい済ませれば十分でしょう。そろそろ戻りませんか。そうだね。
二人とも絵の世界はとても面白かったよ。それに君たちのことも見ていて楽しかった。え、私たちを見てて楽しかった？ああ、苦境に立たされても屈することなく前を向く姿、そして他者を思いやるその姿勢。まだまだ未熟ではあるけど、錬金術師として必要なものは備えているみたいだね。はあ、褒められてるのかな。ああ、僕がここまで人を褒めるのは珍しい。よければこれからもよろしく頼むよ。僕ができることならいつでも手を貸そう。もちろん絵の調査以外でもね。わあ、いいんですか？すっごいありがたいです。いや、構わないよ。常に同行していれば君たちのことをたくさん観察できるしね。乙女を観察しようだなんて、アルトさんのスケベ！別にそういうわけじゃない。ただ僕は、はあ、アルトさんもスケベだったなんて。男の人ってどうしてみんな。だから違う。おい、話を聞け君たち。おい、姉貴、装置の分析結果が出たみたいだぜ。ありがとう、見せてもらえる？なっちゃ、これはひどいわね。ああ、困ったな。これじゃ思ってたより早く。何かしら対応を考えなくちゃね。はっ、頭痛い。こっちの世界にも救世主ってのが現れないもんかね。第6話、イニシエ。